ニューメキシコ州会議,議事堂ニューメキシコ州会議事堂はアメリカ合衆国ニューメキシコ州の州都サンタフェに立地する同州議会の議事堂。この議事堂はアメリカ合衆国内で唯一円柱型をした庁舎で上から見ると4カ所の出入り口と合わせてニューメキシコ周期にも描かれているジア族の太陽のシンボルのようにも見える。庁舎はその形状からラウンドハウスとも呼ばれている。 建築様式としては、この庁舎は、ニューメキシコの植民地時代の様式と、新古典主義建築の両方の影響を受けている。この建物は、約2万2千平方メートルの面積を有している。建物の中央にあるロタンダは、直径約15メートル、高さ約18メートルで、トルコ石と、新中モザイクのニューメキシコ収章が埋め込まれ、ニューメキシコ産の石灰化で仕上げられている。 ネイティブアメリカンの籠網編みを模した天窓には、空と大地を表す青とペールピンクのステンドグラスが、はめ込まれている。庁舎の周囲は、約2万6千平方メートルに及ぶ庭園に、囲まれている。庭園には100種以上の植物が植えられ、陶器を持ったプエブロ族のネイティブアメリカンの銅像が、立っている。建物の内部は、地上3階、地下1階の4階層である。 地下1階はニューメキシコ州議会の上下両院の本会議場となっており、一般人は立ち入ることができない。見学客や傍聴者は1階にある傍聴席から本会議場を見ることができる。南側には会員の傍聴席286席が、北側には上院の傍聴席206席がそれぞれ設けられている。2階には主に各委員会の事務所が並び、 三階には知事室がある。また三階のバルコニーにはニューメキシコ州の33軍の軍旗が常に掲げられている。1966年に完成したこの庁舎はニューメキシコ州会議事堂としては5代目となるものでフロリダ州会議事堂、ハワイ州会議事堂に次ぐ全米の州会議事堂の中では3番目に新しい庁舎である。しかし、 ニューメキシコ州会議児童自体は長い歴史を持っており、その歴史はスペイン植民地時代の1610年に建てられた総特定に遡る。総特定は1846年にニューメキシコがアメリカ合衆国に併合されると設立された準州の議事堂となり、その後40年間にわたって準州会議児童としての役割を果たした。現在では総特定は 博物館として一般に公開され、サンタフェの観光名所の一つにもなっている。二代目の庁舎の建設は1850年、ニューメキシコの収就職の期待が高まる中で始まった。しかし、建設資金がすぐに底をつき、1855年に一階部分だけが完成した状態で建設が中止された。その後31年間にわたって、 この建設中の庁舎は1階部分だけのまま放置された。1886年にやっと2階部分と屋根が完成したものの、その頃にはすでに新しい巡集会議事堂が完成しており、この庁舎が正式に集会議事堂として使われることはなかった。ただし、1892年から1900年にかけて一時的に集会議事堂として使われていた。その代わり、 この庁舎は、順州の地方裁判所として使われることになり、現在も、サンタフェでは、珍しいギリシア復古様式の建物として、当時の姿のまま残っている。1886年に完成した3代目の、庁舎は4階建てのビクトリア庁で、想定の6倍の建設費を投じて建設された。しかし、ニューメキシコの住民の間では、この庁舎の評判は、あまり良くはなかった。 完成から6年後の1892年、突然の火災によりこの庁舎は消失した。庁舎に対する評判のあまりの悪さから放火も疑われたが、結局、火災の原因が突き止められることはなかった。その後、しばらくは庁舎は建てられず、2代目の庁舎が臨時の集会議事堂として使われていた。4代目となる庁舎が建てられたのは1900年のことであった。 三代目の庁舎とは反対に、この四代目の庁舎は簡素な3階建てで、建設費もわずか14万ドルに抑えられた。1912年1月6日、当時の大統領イリアム・タフトは、この庁舎でニューメキシコの連邦47番目の州への昇格を宣言した。この庁舎は、ラウンドハウスが完成するまで60年以上にわたって、集会議事堂としての役割を果たした。 ありがとうございます。